番はファンクです。今日からねちょっとファンク一人でねいろいろやっていくことになると思いますのでよろしくお願いいたします。ちょっとね手伝ってくれてる方にも、ね、祭り含めちょっとあの仕事が忙しいということで、うん、でね南砂でねこの台湾屋台、これあえてね名前聞かなかったのよ。これからねちょっとねファンクはこういう名前じゃないかなっていうのもね、ちょっと言うよ。ここで発信していきたいかなと思ってんだけど。多分これね、アキューメン？アキューメン館？なんて読むんだろう。アキューメン？アキューメン？アキューメン？それじゃあ、ここのお店は、まあ、トキシゲクラブだ。アキューと呼ぶ。アキューはね、台湾伝統の屋台料理、とても人気があるお店なんだって。で、もう伝統もあって、で、ここはね、2014年12月にね、南砂にね、なんていうの、こう、ズビシッとオープンしたらしいですよ。で、ここなんかね、牛肉を使ったラーメンとかが売りなんだって。で、メガ盛り牛肉麺？実はね、お肉とかいっぱい入ってるね、野菜とかも。だから、全体的に量少ないのね。で、目型ついてても、まあ、普通のラーメン屋さんの特盛りぐらいの量かな。それでね、牛骨ラーメンとかさ、牛肉ラーメンとかのラーメンってさ、匂いが、肉ってるじゃない。あれの匂いを、5倍ぐらいにした感じかな。ミートっていう感じだったのよ、来た時。この味わいはちょっと生臭っぽい感じか、あと肉の味わいがかなり濃いのかなと思ったのよ。あとね、香辛料の匂いプンプンよ。多分八角もかなり効いてるんじゃないかなって。それでスープの表面はね、多分牛肉の脂がいっぱい染み出てると思うんだけど、これだけ出てるってことはなかなかお出汁効いてんのかなと思うのよ。で、牛骨麺ね、甘いやつ多いじゃない。甘すぎるやつは苦手なのよね。ちなみに麺さ、ホタテの貝柱みたいでしょ？貝柱みたいと思った。それにしてもここ、ウーバーイーツめっ、あ、ヘンク！あいーここね、ウーバーイーツのお姉ちゃんとかお兄ちゃんとかめっちゃ出入りしてたよ。だから注文する人多いみたいね。それでね、今回ちょっとね、牛骨麺について説明書きがあったんだけど、それちょっとアップするね。今までね、こういうのが入ってんじゃないかっていうさ、なんか感想をいろいろ話したしてたじゃん。ぶっちゃけみんなよくわかんないでしょ。だからね、こういうのちゃんと読んだ方がいいかなって。それでね、中に入ってんのね。これ、土なんとか、これ、なんて感じかよくわかんないんだけど。土生姜とひねり生姜、老朽冷え性に言うか、女性にいいじゃん。あと八角、やっぱり八角って言ったね。あと消化、消化不良にも有効。あと肉づく、体を温める。あとファージャオ、コウチンピ、ビューチュ、牛骨。なんか全体的に体温まりそうな、なんかそんなラーメンなんだね。それでもしこれ見なかったとするでしょ、ファンクのね感想多分こうだったと思う。八角と牛骨ってめっちゃね、八角とね牛骨ってます。これじゃわからない。あと注目してほしいのは、麺のね、そことかにも、このお肉ちゃんいっぱいあるのよ。これ一番上の方にずらずらずらっと並べた方が絵的にね、入るから、すごいお客さんとか、あ、食ってみたいなと思うと思うんだけど。あと注目してほしいのは、麺が本当にね、ホタテの貝柱みたいなのよ。日本酒飲みたくなっちゃった。それで食べてみた感想なんだけど、やっぱり、匂いの通り、牛肉の味わいがすごいわ。この部位の部分、どこの
部分なんだろう。え、でもね、このお肉のね、まあ、部位だからこそこの味わいなのかよくわかんないけど、肉の味が部位別すんねん。あ、で、甘さも結構ついてて、ファンクが本来嫌いなタイプのラーメンの味なのよ。本来はね。いや、でもここなんかやたらうまいよ。なんだろうこれ。あ、これが多分本場の味わいなのね。生姜も結構効いてて、で全体的に甘みも結構強いんだけど、こういう牛骨のファンクは本来ダメなのよ。でもなんかファンクこれはなかなか美味しいと思うな。牛骨麺にちょっと甘み強めな、あの台湾のさ、ラーメンに薬膳ラーメンを足したような、あと生姜も結構、あと八角もかなり効いてんね。いや、これ美味しいじゃない。生姜美味しいと思うな。それとね、店頭にね、大々的にね、貼り出しちゃった日本初上陸って書いてあったのよ。パーコーハン、これ多分初上陸じゃないと思うよ。なんか何回か見たことある、昔から。あ、でもね、これもすごく八角の匂いがプン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 よ。まあ、それでね、ラーメンも美味しかったんですけど、まあ、どちらかといったらこちらのパーコーハンにハマっちゃった。もうね、先週に話しちゃうんですけど、表面さ、なんか塩コショウみたいなのがさ、振ってあるじゃん。これってさ、皆さんの中で、ご家庭とかでお弁当よく買われる方います？唐揚げ弁当にさ、なんか、謎の粉ついてるじゃないですか。塩コショウだと、なんかちょっと、よくわからないようなのが入ってる。あんな粉みたいなのがぶっかかってんのよ。で、八角とか消えてて。家庭のあの、謎の粉、あれ、なんだろう。あれってなんであんな美味しいんだろう。ごめんなさい、今、ご家庭のお話しちゃって。でもね、あの謎のこのファンク大好きなんだよね。それで、お肉をペロンチョしてみると、ひき肉とね、あとね、これまたなんか香辛料がまみれてる。なんかお肉は下にね、敷き詰められてね。お肉めくった瞬間のこの香辛料のブワッとはすごいよ。鼻にツンとくる感じでね。これも美味しそうだわ。あ、それでね、ファンクね、ちょっとお肉のことあまり詳しくないから、ね、まあ、お肉だけじゃない。それでね、ちょっとね、パーコーハン調べてみたのよ。あ、それでね、パーコーハンのパーコーは、中国語で豚などのスペアリブ、すなわち骨付きバラ肉。あ、魚肉序骨の序に肉って何て言うんだろう、序肉っていうのかな、の意味なんだって。天地で、あ、豚のあばら肉。へぇ、卵と小麦粉の小麦粉の、小室哲也をつけて、油で揚げた、中華の肉料理を指すんだって。へぇ、青森県三沢市ではこの部位の肋骨、あ、軟骨をバイカと呼ぶ。あ、そんな料理もあるのね。あ、そういえばよくこのフレース見ると毛玉いっぱいついてんだね。あ、ファンク、おだてじゃない。あ、もうそんなのはどうでもいいですか。あ、それでね、さっき言ったさ、謎の粉みたいなのがぶっかかってるこのパーコーに、まあ、あとこのパーコー自体もめちゃくちゃなんていうの、その八角とか香辛料効いてんのって。下のひき肉もさ、まあ、香辛料かで、ま、香辛料でまみれてんねん。で、ご飯になんか甘辛いタレかなんかぶっかかってるね。この組み合わせはずるいよ。ちなみにね、ファンクね、いろいろ野菜とか食べれるようになったじゃん。この葉っぱだけはちょっとね、まだ、一応息しないでね、思いっきり噛んで、水かなんかで流し込んでる。口の中にね。
막다쳐도これなんていうやつなんだろう。なんかね、このお野菜はね、いまだに好きじゃないのよね。それではここの味の感想は。ズビシ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 でした。特にね、パーコーハン、これたまらんよ。それではね、前回の動画でね、ちょっとコメントをね、ツイッターの方からいただきましたので、これからちょっとお読みしたいと思います。ファンクを見直した。前回の動画だけど、そんなふざけた女によく3ヶ月も我慢したね。俺なら3日もしないで叩き出してるよ。ミラノ先輩。ファンクはね、渋い男だから。ダンディズムじゃん。しょうがないっていう感じじゃないよ。3ヶ月間ずーっと、もうどうしても嫌だって言うからさ、じゃあもういいやってなるじゃん。でね、食品も入れないしさ、バカすかバカすか冷蔵庫から勝手に開けて食ってんのよ。で、家賃も払わないし、しょうがないからさ、出てってくれないかなっていう雰囲気をずっと出してた。ごめんなさい。はっきり言えなかった。いいよ、好きなだけいればっていうふうにさ、いいことがあるっていう、望みからそういうこと言ってしまったんだけど、そんなこと言っちゃったらさ、簡単に出てけとか言えないじゃん。そんなかっこいいもんじゃないですよ。ただ言えなかったという。それとね、よく我慢したって言いますけども、その子がさ、どっか買い物とか行ってる間、めちゃくちゃ、テコテコしてますよ。テコりましたよ。一人で、ね。チキシャーって。それだってさ、人んちの風呂入ってさ、タンクトップとさ、あと短パンで、なんかもう扇風機つけてさ、暑いわっつって、テレビ見てるの横で、そんなの見てたらさ、いや、それはたまらんべよ。で、ファンクまだ若かったじゃん。その子が、ちょっと家開けた瞬間、ファンク一人になったらめちゃくちゃテコってたわ。結局さ、新しい彼氏作ってそこでもうまくいかなくてファンクとこまた戻ってきたじゃん。で、ファンクはもう2回目はさすがに受け入れなかったんだけど、あとなんていうの、いろんなところね、転々としてたのよ。今思えば、砂漠飛びバッターあれなんじゃないかなって、なんかいろんなね、資源とかを食い尽くしていろいろ転々とするっていう。で、今はもうどうしてんのか知らないけどね。いやでもそういう生活してれば幸せにはなれないんじゃないかなと僕思うよ。2回目さ、ファン君のところに戻ってきた時に、本当に断ってよかったと思う。最終的に、これだけ頼んでも食べてくれないのって言うから、いやごめんって言って、ファン君ははっきり言った瞬間に、お前使えねえなって言われたもん。完璧に多分、慣れられてたと思うよ。こういう発想な子はちょっと、ファンクは嫌かな。断ってよかったと思うよ。最後本性分かってね。あ、もうこれで、もう多分いいことないだろうっていう。元からね。あ、ファンクもちょろい。ちょろいですから。それ言われて、あ、もう多分ないんだろうなっていうのが分かったね。ちょっとアマちゃんだったな。それでは本日最後の相談です。スーパーで買い物してレジに向かうと、自分の地元のお店はレジ袋が必要な人はカゴにかけるタグがあるので、それをつけます。レジの前に来ると、レジ袋はご必要ですかとアナウンスが流れる。最後に、レジ袋は必要ですかと店員に尋ねられる。最初は店員は大変だなと思ってましたが、毎回言われるとしつこくてイライラする。
どうにか一回で済む方法を、開示する手段はないでしょうか。ジェルタ。これは多分ね、レジやってる店員さんはどうすることもできないと思うのね。お店の方針でしょ、うん、スーパーだとなんかそういう投書箱みたいなので、こういうの嫌なんですけどとか、うん、イライラするんですけどって書くしかないんじゃない。うん、いやでももうこればかりはもう、しょうがないっていうか、もうどちらかって言えば、そもそもレジ袋有料化が間違ってるよ。みんな怒ってるじゃん。大きいさ、そういうスーパーでもらってビニール袋とかでゴミ出してる人とかいっぱいいるじゃん。今それ有料化になってエコバッグ持ってきてる人確かに増えたと思うのよ。ファンクのさ、地元のスーパーでさ、お肉とかを入れるビニールあるじゃん、透明な。あれやばいほど持ってこばちゃんとかいんのよ。でもスーパーでも必要最低限の量だけでよろしくお願いしますみたいな格好してんだけど、どのスーパーもめちゃくちゃ張り紙貼ってんのよ。そんなの知るかっていう感じでビシバシ撮ってんのね。でその話さ、会社でね、医者当たる人と話したんだけど、そしたら、うちの地元もそうだよとかって話したの。あれって、もう今度、小分けして、もうゴミ出すように、大量に持ってってる人がいるんだってっていう話してた。小分けってかなりの量になりますよ。あれってそういう目的でいっぱい持ってってんのね。で、ちっちゃいのにさ、本当にちょこっとしか入んないじゃん。だからね、ちびちび出していくんだって。だから、ビニール袋に入ったゴミ、大宮に住んでる方なんだけど、めっちゃあるって言ってましたね。へぇー。パン君の地元も確かに、ビニールでゴミちょこっと出してる人は確かに見たことある。あ、それとね、パン君の地元はね、レジ袋有料化になってから、今さ、少ない人数でさ、レジとかさ、みんな回してるじゃない。だから、スプーンとか50人お取りくださいって、アイスとかプリンとかのやつさ、レジにこれ設置してるところなのよ、うちの地元のやつでね。どうせ有料化でなんか、ビニール袋買ってんだからって、ヘラめちゃくちゃ持ってくし、ね、ヘラとかのプラスチックのスプーン、ね、でさっき言ってさ、野菜とかさ、お肉入れる透明なさ袋あるじゃん、あれも大量持ってくおばちゃんとか入れてたじゃん。逆にエコってないような気がするけど、ビニール渡した方がまだエコってる気がするんだけど、もうこんだけ袋で金出したんだから、スプーンぐらいいっぱい持ってくぞっておじちゃんとかいっぱいいんのよ。そんな必要ないでしょってぐらい持ってくし、逆になんかちょっと怒ってないんじゃないかなって感じるな。それじゃあ今日はここまでじゃん。私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京刺激クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。